スクリュープロペラ、スクリュープロペラは船などに装備され水中で動作する推進機の種類である。スクリュープロペラの回転翼が水をかくことによって回転軸方向に揚力を作り推進する力を得る。単にプロペラ、水面下に隠れて見えないことから外輪に大使暗射とも呼ばれる。巻き込まれると危険であるため船尾とも に注意を促す記述が書かれていることがある。例えば横浜に秋川丸を後方から見ると、相案射注意と書いてある。白用のスクリュープロペラは、開地従事者の間では略して一般に、プロペラと呼ばれることが多く、スクリューと略されることは少ない。ペラと略す業界もある。現代戦では、金属で作られ、回転軸である、ボス部分と2枚以上のブレード、または、 プロペラ翼と呼ばれる、翼面部分から構成される。金属材料としては、同系が多用されており、電飾により、船体の材料である鋼の側にダメージが入るため、金棒に、ジンクと呼ばれる、亜鉛材による、犠牲になる部品を配置する。近年は、代替材料の研究開発も進められている。形状が楕円、あるいは線形に近く、 飛行機のプロペラに比べて翼が短く広い。ブレードは小型船では枚数が少なく、大型船では多い傾向にある。一般に船尾部につけられ、プロペラの直後に火事がある。この配置からもわかる通り、スクリュープロペラが発生する流れの向きを変えることで火事が効くというメカニズムであるため、交代時と前進時とで対象に火事が効くわけではない。極端な話。 交代時の天打は全く不可能と言って良い。従って、危険回避などの緊急時には、全身のまま天打により回避する、イコール危険に近づく割に、火事が効いて回避できることにかけるか、推進軸を反転させて回避する、イコール期間や、推進軸を破損させてでも危険に到達する前に、停戦させることにかけるか、どちらかを選ばねばならないというジレンマに陥ることに、 飛行機のプロペラは全身のみで使用されるが、船舶のスクリュープロペラは、固定ピッチ方式であれば、駆動軸の逆転により、可変ピッチ方式であれば、ピッチの反転により、後退方向への推進も要求される。エンジンとスクリュープロペラを結ぶ回転軸、駆動軸を、プロペラシャフトという。構造上、駆動側とプロペラ側の軸を一致させられないこともあり、途中に、 自在継ぎてを入れ、軸が斜め、あるいは少しずれていることもある。船舶の動力推進機構は蒸気船の時代まで遡る。それ以前の船舶は、搬送及び海、漏、水流に任せるなどの自然力、人力に依存していた。スクリュープロペラが普及したのは、蒸気機関が船舶の動力源として用いられるようになって、しばらくしとからのことである。 蒸気船が登場した頃、推進機構は、スクリュー式ではなく、外輪式が、盛んに用いられていた。スクリュー式推進機構の優位性が認められるようになったのは19世紀中頃のことである。当時外輪式に代わる推進機構を公募していた。イギリス海軍省は、スクリュープロペラの発明を見出したが、当時の軍首脳らは船底に穴を開けるというイメージを、マイナス要因と捉えたため、 なかなか採用されなかった。最終的に外輪式との優劣を決定するための公開実験を数回行い、同じ重量、エンジン出力を持つスクリュー船と外輪船を文字通り綱引きさせ、スクリュー船の優位性を決定づけた。以後スクリュープロペラは船舶の推進機構として不動の地位を得て現在に至っている。近代には設計理論の進展。 加工技術の進歩により、スクリュープロペラは様々な用途の船舶に向け、要求を満たすべくより、特殊化された形状を持つようになったものもある。いくつか例を挙げると、潜水艦用として、静粛性を向上させるためにブレードを細長くした、ハイスキュープロペラや、商船や、客船用に、推進効率を向上させて、燃費を向上させる、二重反転プペラ。 従来マイナス要素であったキャビテーション現象を逆に利用した超高測定用スーパーキャビテーションプロペラなどがある。また一般的なスクリュープロペラからは革新的な変形タイプであるシュナイダープロペラやウォータージェット推進などといった方式もある。大型船舶や高出力機関を搭載する船舶ではスクリュープロペラの本数は最高で4機に達する。 過去には3機のスクリュープロペラを駆動する、貨物船線もあったが、オイルショック以降は、高行時の燃費が重視されるようになり、スクリュープロペラ数の削減、スクリュープロペラの体系化、スクリュープロペラ回転数の低減が求められた。21世紀になってからは、タンカーや貨物船は、かなりの大型船であっても、通常1機のスクリュープロペラで済ませるケースが多く、回転数も、 毎分60回以下まで下がっている。一方で製造できるスクリュープロペラのサイズにも限度があり、喫水の制約もあるので、潜伏50メートルを超える場合は、スクリュープロペラを2機装備することもある。スクリュープロペラの推進力を高めるために回転数を高めたりピッチを強めたりすれば、ブレード面が作る負圧が水圧より大きくなって、 細かい気泡が生じるキャビテーションという現象が起きて、推進効率が悪化するだけでなく、ブレード面が損傷、解触イコールエロージョンしたり、大きな雑音を生じる。さらに船体に不快な振動を起こし、船体強度にも影響するため見過ごすことができない。20世紀末からは、大型船のスクリュープロペラでは、こういった問題の発生を避けるため、 大直径のスクリュープロペラを低回転で使用することで高い効率を得ている。近年は意図的にキャビテーションを発生させ利用するスーパーキャビテーションの技術を利用したスーパーキャビテーションプロペラといったものもある。一機のスクリュープロペラだけを使用する場合には駆動軸のエネルギーの約1、3はスクリュープロペラの後方の旋回流の発生に使われ推進力に寄与しない。 これを改善するためにエンジン冷却に使用した冷却水をスクリュー前方の船体より噴出させたりスクリュー前方や後方にフィンなどの付加的な装置を設置して推進効率を改善する手法も存在する複雑な形状ゆえに高度な設計製造技術技能を必要とする高速高効率を追求する現代の 商用船舶向けプロペラはほとんどすべて局面で構成され、誤差は100分の1ミリと極めて要求が高い。機械研磨の限界が0.8ミリ程度であるため、後の工程はすべて熟練工に頼るしかない。とりわけ大型船に用いられる直径9メートル前後の大型プロペラは特注品であり、機械化が進んだとはいえ異型製作から仕上げまで人手を離れることはなく、 汎用品、量産品などは存在しない。特に高度な設計と製造技術を要するハイスキュープロペラの場合、製造に用いる工作機械の輸出でさえ、国防上の重要事項に関わることになる。詳しくは東機械国務違反事件を参照のこと。スクリュープロペラは水中に露出して設置されるために、鋭利な翼端部が、海生生物、ジュゴンやイルカなど、ダイバー、 水難者を危険にさらす。初期の水上オートバイでは、この点が非常に大きな問題となり、ウォータージェット推進の製品にとって変わられている。スクリュープロペラに貝類などの水生生物が付着すると、表面の平滑性が損なわれ、推進効率が低下する。これを防ぐために、大型船舶では停泊中であっても、主エンジンとは別動力でスクリュープロラを、 微速回転させ対応することがある。船舶用プロペラでは、岡山市の中島プロペラ社の製品が、世界市場で3割を占め、シェア世界一である。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。